はいどうもお疲れ様です。今回はですね、平田忠ずさんという方が私の YouTube チャンネルに登録してくださいました。まあ、その数値が YouTube から来たので、あ、チャンネル登録者ゼロになってますね。新しく YouTube チャンネルを始めた方かなえー、ということなんで、ちょっとね、あの、平田さんのその YouTube チャンネルを見に行ったんですよ。そうすると、こんなトップページが出てきました。 平田正さんで、えっ、ー、と、作成した再生リストがいくつかあるなってところですよね。音楽の好きな方なのかなそれから斎藤ひとりさんの語りが結構好きなの方なのかなと思いますけども、下の方にね、この平田さんが登録してるチャンネルを見ると、男と女の豆知識とか、サッチャンネル、サッチャンネルね、面白いんですよね。えー、それからこの大人の青春朗読劇っていうのがあるんで、これちょっと気になるなと思ってるんですよ。それからあの、これ、山本太郎さんのね、 えー、動画もあるんで、私と気が合うんじゃないかなと思います。それから、セクテクチャンネル。これも私ね、実は見たことがあるんで、私のね、気が合う人ですね、これね。チャンネル登録してるのが私とすごく似てるってところがあります。まあ、その中で今回は、大人の青春朗読劇っていうのに、ちょっと気を引かれましたんで、こっちの方をね、えっと、見てみようかなと思ってます。はい、平田さん。チャンネル登録ありがとうございます。ということで、こちらの方を開くとどうなるかっていうとね、 大人の青春朗読劇。なるほど。えっ、ー、と、名作戦。禁断の恋って書いてますよね。うん。禁断の恋と義母との、なんか事情編。なんかちょっとエッチな感じがします。次。台風の夜、幼なじみが見せた大人の女の顔。ああ。なんかありそうですよね。これも再生数結構回ってます。その他、え義母のニットのワンピース姿は妖艶で美しかった。 ちょっとあれですね。観音小説を朗読したみたいな感じですか。これ、なんかあれですよね。<laughs> 上手な人が朗読してそうですよね、うん。今だからこういうニーズもあるんですよ。朗読というニーズですよね。うん、大人の青春なんとか劇、チャンネル登録も結構あるじゃないですか、これね。うん、いや、素晴らしいなと思いますね。さすが、平田さん、私と気が合いますよ、やっぱり。うん、気が合うと思います。えっ、ー、と、プログラムを開く、これかな。 違うわこれでいこうか、えー、編集これですねはい平田正さん私のチャンネル登録をしてくださいましたえー、オリ折しも私がね40代最後の日にチャンネル登録してくださったんで多分平田さんのことをねまたしばらく覚えてると思いますチャンネルを登録してるこういったのもねなんかねこういう人達と同列に私のチャンネルを登録していただけると思うとちょっと嬉しいなと思いますなんか全てね 私に関連のあるチャンネル登録みたいで面白いなと思いますね。はい。これからもよろしくお願いします。平田さん、ありがとうございました。